こんにちは、池ちゃんです。代官山っておしゃれなイメージが先行しているだけで特に面白いものがない街だとは思っているんですけど、代官山で唯一よく行くカフェがあるので今日はそちらに行きたいと思います。ちなみにこの日は新しい洋服と新しい帽子でぼっちながらにテンションは上がっています。代官山の街並み、謎の葉っぱが生えています。テコ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 。代官山って街並みは綺麗だけどそんなに住みやすい街かな。私だったら新宿区か渋谷区がいいな。テコ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 。今日紹介するカフェは蔦屋書店のすぐ隣にあります。周辺環境に溶け込みすぎてもう意味わからんくらいおしゃれなことになっているこちらの建物が私の行きつけのアイビープレイスです。もう消しちゃったけど前の動画でも紹介したことがあるくらいよく行ってます。なんと今はコロナの影響でメニューが QR コードになっていた。頼んでもいないのにお茶とパンが出てきた。よくわからんお茶をゴキゴキ。今日は暑くて干からびそうだったので潤いました。パンにこちらのスーモみたいな色をしたパテを塗っていただきます。うん、美味しい。注文していたパンケーキとパスタが届きました。本当はここのお店はパンケーキとオムレツが美味しいのでオムレツを紹介したかったんですけど、どうやらブレックファスト限定のメニューだったらしくて注文ができませんでした。私は夜型なのでなかなか朝食メニューを食べに来ることができません。メープルシロップをぶっかける。うわあ、私今代官山でパンケーキを食べるなんていうめちゃくちゃ女子大生みたいなことをしている。映える写真や動画が撮りたいのに場所が悪かったのか後ろのお客さんの顔が映らないように配慮しすぎて全然撮れない。ちょっと位置感を調整していただきます。ハム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 。私はタピオカとかパンケーキとか世間の女子大生が好んで食べそうなものがことごとく嫌いなんですけど、こちらのお店のパンケーキだけはちょこちょこ食べたくなります。あんまり甘ったるくないしくどくない味なのでナチュラルに美味しい。このノリのままパスタもいただく。パスタに関してはまあこのお店が特別美味しいというわけではないですね。普通よりは美味しいかもしれないけど、そんな特に言うほど美味しいわけでもないです。やばい、この量一人で食べるにはちょっと多いかなとか思ったのに、ペロリと食べれる。いやー、オムレツが食べたかったな。私はチャンネル名の通り基本墓地でいるんですけど、割とずかずかとどんなとこでも入っていける性質を持っているので、もっと東京のいろんなところを観光したいなと思っています。東京にやたらと詳しいやつになりたい。そもそも私は地元ですごく病んでいる時とかは体が重すぎて全然外になんて出れなかったので、今こうやって東京のいろんなところを観光して楽しめるのがすごく幸せだなと思っています。ごちそうさまでした。ちなみに代官山はあと蔦屋書店くらいしか見るところがないのでもう終わりにします。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。